はい、こんにちは、ライムです。今回ということで、前回の極フェス第4弾で手に入れたセラのシンクロ使ってみた動画ですね。はい、ティポーンでやってみました。まあね、もう見てもらった通りですよ。セラバカみたいに強いね。セラがバカみたいに強い。これ本当に強いね。うん、ただちょっと僕の使い方がね、まだまあそんな慣れてないってのもあって、多分全然立ち回り変えれば全然10秒切りできそうだなっていう感じがしましたね。はい、もうちょっと突き詰めたら、うん、ティポーンいけんじゃないかなっていう感じがしますね。ちょっとウララ、最悪別にウララなくてもいけんじゃないかなみたいな、ウララのところをなんか別の枠に変えて、もっと火力ご利用せば10秒切りいけそうですよね。うん、強いね。しかし本当にATB ゲージの蓄積時間1回なし、さらに、プラス待機なしってのがね、バカみたいに強い。でセラね、これでもまだ本気じゃないんですよ。このセラの専用アビか、英雄専用アビリティを僕解放してないので、まだアビリティの方がブリザジャとボルテックなんですけど、ボルテックは4回攻撃なんでね、ここがセラ専用のアビリティが7回攻撃かな、確か。やばいよね。セラが、こんなシンクロ持ってるセラが7回攻撃の専用アビリティ持ってるんで、それ組み合わせたら、まあもっと早く倒せるし、まあ他のね、まあ強敵でもめちゃくちゃえげつない火力が出ることでしょうという感じですね。うん、ただもう、すでにこのね、シンクロ、今の現状でも、専用アビリティない状態でも、33万くらい出る計算かな。うん、このエトロブリンガーとエトロシューティング、まあ、要するに1ターンに2回連続で攻撃打つんで、もう毎ターン毎ターン奥義打ってるような火力で出るんで、おかしいよね。やばいなと思います。ただ、セラのシンクロ、まあ他のキャラにも言えることなんですけど、ちょっとアレグロのタイミングを考えないと、2回攻撃エトロブリンガーとかでアレグロ消費しちゃったりとか、ちょっとタイミング合わなかったりとかね、早すぎてセラの行動が早すぎてアレグロが間に合ってないとか、そういう場面にも、まあ、出てきたりしてましたけど、うん、まあその辺がちょっと、まあ、次回のまあ検討すべき問題点かなっていう、課題点かなっていう感じはしますが、はい。まあ、こんな感じで使ってみましたと。で、一応上から紹介していくと、ギルバートがイカタクしましたね。覚醒で。覚醒後のイカタクをしました。はい。で、リノアが最終的に奥義だけですね。奥義だけ打ったという形ですが、これあれか。ああ、ちょっとあれか、アップデート後からちょっと見にくくなっちゃったのか、なんか一覧、以前までの動画でやっていたような、ちょっと見せ方ができないのか、ステータス。一気には詳細見せらんないのか。まあ、いいか、はい。まあ、リノアが奥義、打ちましたと。で、セラが、戦技、ゲージ貯める戦技からのシンクロ、打ちました。で、ウララが、覚醒ですね。覚醒買いまくった後アレグロしかしてません。ちょっとウララの行動無駄が多いのかなとか思ったりしてますね。で、イデアが、これね、イデア必殺技全くいなかったですね。結局スケアリーブリザードしかやってない。あと、まあチェイン起動役と、そうだね、スケアリーブリザードしかやってないので、ここは別に、うん、何も必殺技いらないんで。で、リノアも覚醒とか、シンクロとかはもう別に使わなかったですね。まあ、リノアはシンクロとかあったらまた違うのか分かんないけど、うん。まあ、とりあえずこんな感じでやりましたと。で、ウララ覚醒使いましたけど、別に、普通の、超絶でも別に大丈夫そうだよね。これ見ると。っていうところを見ると、まあ、ギルバートの覚醒出たばっかだし、セラのシンクロも出たばっかなんですけど、まあ、たまたま持ってる方いれば全然いけますし、別にギルバートじゃなくてもね、代用できる、キャラクター結構いっぱいいますのでね。はい。まあ、ギルバートになってこんなに早くならないと思うけど、おそらく。まあ、オーランとか、モグとか使えば、あるいはって感じですけどね。
はい、まあ、多分10秒切れしてる方全然いらっしゃると思うので、他にもそういう方多分ギルバートを使ってなくてもね、オーランとかでやってんのかなとか思ったりしますが、はい、とりあえずこんな感じでですね、まあセラ強すぎたね、これでセラの強さは多分ね、分かったでしょうという感じです。で、あ、マセキか、マセキ星6芝使っちゃったね。はい、まあ、なんとなくね、このセラ使ってたらやばい、ちょっとタイムアタックしたいみたいな思っちゃって芝使っちゃいましたけど、はい、あとマーディーン、マティウス、マーディーン、キマイルブレインという風になっております。そんな感じですね。もういよいよもうセラシンクロゲットしたからにはね、いよいよもう何度も言ってるけど、バルファーレの動画そろそろ出さないとなって思ってますけど、ほんとバルファーレうざいね。全魔石中僕一番バルファーレ嫌いだわって思った。はい、余談ですが、まあ、そんなわけでですね、セラシンクロ使ってみた動画になります。まあ、次回復刻するした際にはぜひ皆さんセラゲットしてみてください。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。